よいよ夏休みやね。何して遊ぼうかな。遊びもいいけど宿題もめっちゃあるよな。あー、それは言わんといて。ん？ノーエス、夏休みは関ヶ原へ行こうぜ。いいとも、みっちゃん。ヒデ、お前も一緒に行くか。やめとけって。お前らどうせ喧嘩するやろ。ねえ、あんちゃん、夏休み僕たちもどっか行く？ん？あ、いや、みんなでどっか行くとか、どうかなって。みんなで？だったら私、バーベキューしたい。バーベキューか。それなら、上石津の緑の村がいいんじゃないかな。緑の村か。私も小さい頃に行ったことあるよ。うん、バーベキューの施設もあるよ、ね。夏休みっぽくていいね。明智くん、ナイスアイディア。あと確か緑の村って宿泊施設もあったよね。泊まりもいいな。泊まり。あー、でもさすがに中学生だけで泊まりはあかんやろうから、誰か一緒に行ってくれる大人がおらんと。あ、というわけでお姉ちゃん一緒に行こう。お願いします。バーベキューか、楽しそうやね。いいわよ。やったでも一つ条件を出していい？うん？明智くん、あのね。え？ガキ旅。お姉ちゃん、バーベキューの前にどこに連れてってくれるの？まあまあ、今日のコースは引率の私にお任せあれ。頼もしい女子の明智くんもよろしくね。はい。ガキ旅。まずはここ。関ヶ原合戦はみんな知っとるよね。大垣城も西軍の本拠地になってたしね。その時、島津軍の先鋒で戦ってきた島津豊久は、ここでは逆にしんがり、撤退する部隊の最後尾の守備を務めるの。追撃してくる東軍との戦い、ここで戦死したんだね。だけどこのアクションがあったので、後の世に島津の家が残ることになる。ガキ旅。さ、お次は清明神社。山城、城ヶ平。なんかここ雰囲気があるよね。ここはお姉さんに助手をお任せされた。僕が説明するよ。戦国時代後半の山城がここにあったというのが、つい最近の調査で分かったばかりなんだよ。南北70メートル、東西65メートル。周囲には土塁の跡も残されてるんだ。じゃあ、明智光秀はここで生まれたってこと？うん、そういう説もある。光秀は織田信長の家来となってから、初めて歴史の表舞台にその名を残すんだけど、それ以前の姿が全くと言っていいほど解明されていないんだよね。へえ。タラ城の正確な場所はまだ特定されたわけじゃない。でも城の名のつく地名がたくさん残ってるんだ。この城ヶ平の他にも城屋敷、城山、そして、ん？今何か聞こえた？いや、どうかした？空耳かな。さ、そろそろお腹も空いてきた頃でしょ。みんなからのリクエスト、緑の村へ行きましょう。ガキ旅。緑の村到着。待ちに待ったバーベキュータイム。僕はもうクタクタだよ。お腹すいた。そうだね。他のお客さんはみんなもうバーベキュー始めてるし、私たちも。あれ？おい、お前さっきも。お前だって。ヤスよ、俺がキープした肉を食ったのは誰だ？みっちゃんよ、その肉を焼いてやったのは誰だ？お前らもう一生喧嘩してろ。今日は最高の一日にしたいから、豪快ミートコースにしたのよ。うわー、おいしそう。乾杯！最高に美味しいね。
この最高に美味しい食材が用意されているのがポイント高いわよね。ごちそうさまでした。ほら、ゆうきくんも手伝ってくださいよ。お腹いっぱい食べちまって動け。あー楽しかった。自然も満喫したし、歴史の勉強もしたし、バーベキューも最高やったな。うまかった。今日行ったとこってどこも大隠しなんよね。なんか不思議やわ。上石津町は緑もいっぱいで見どころ多くていいところやな。うん。お姉さん、ん、今日は付き合ってくれてありがとうございます。明智くんもありがとうね。明智くんのガイドなかなかやったわ。あ明智くんって頭良くてイケメンやからモテるやろ。あ、いや、あ、そのまた？また何か聞こえたの？うん、なんだろう。もんでか。ほら、聞こえた。なになに、なんて？なんか、もんでこって。もんでこ？どうして明智くんにだけ聞こえるのかな？もしかして、明智光秀の声とか？もんでこか。それ、明智くんにだけ聞こえた自然の声かもね。自然の声？うん、もんでこっていうのはこっちの方言で、戻ってこい、帰っておいでって意味だよ。ああ、この地域にはもんでこ上石津っていう祭りがあるけど、そういう意味だったのか。明日帰ってしまう私たちに、また帰っておいでよって言ってくれたのかも。へえ、ロマンチックだね。また帰ってこいか。次はいつかな。あの、皆さん、ん、またみんなで上石津に来ましょう。うん、そうだね。そうだな、4人でまた来よう。いいかもね。まだまだ上石津には名所があるのよ。明智くん、その時はまた歴史ネタ仕入れといてね。はい。